編集作成をね、ちょっとやっていこうかと思います。で、まずね、ここで選手を作っていくんですけど、ここですね。で、まあ、ここら辺はちょっともういいか。で、アイテムとか決めていって、能力はこれですね。で、スタートボタンを押して、このフリーエージェントプールってとこにね、×で押します。そしたらこれが出てくるんで、まあこれは OK でやりますと。で、今のことやった後にこのロースターコントロールか。で、これを押して、まあここは適当にちょっと自分が入れたいチームをね、じゃエンジェルスに押しましょう。で、ここでプレイヤームーブメントで押して、なんだこれユニフォームが。押して、これで L1 でどんどん左に行くと、このフリーエージェントっていうのがあるんで、この真下にね、一番下に、まあ一番もう何も能力上げてないんで、一番能力低いんで下にあるんで、ここにありますね。で、このジョーランダムを 入れたいこのチームに押すと。で、これ入りましたね。ジョーランダムが。で、丸で戻って、このロースターチェンジを受け入れるで、イエス。で、これ、×がつくんですけど、これちょっと無効になってるんで、ロースターとかね、ちょっと変えちゃったんで、勝手に。で、これいちいち、こう、入っていって、ラインナップとか変えてもいいんですけど、めんどくさいんで、ちょっと四角を押して、左下の、見てもらうとわかるんですけど、オートフィックスロースターか。これ、オートで勝手に変えてくれるんで、そんなにこだわりがない人はね、これで。OK です。これでまた丸ボタンを押して戻ると、ロースター作られたんですけど、ここでちょっと注意なのが、ここでセーブロースターっていうのを押さないと、もう元に戻っちゃうんですよね。だからこれで、このカスタムロースターか。で、押すと、こういうふうにこれが出てくるんで、自分が、まあ、わかるような名前で、適当に5。で、R2 で OK。でいくとこういうふうにバーって、まあもともと作られてるんですけど、で、これニューセーブで、×を押して、これセーブされましたね。そうすると、で、今のやって、で、何回かこの遊んだりすると、この、また戻っちゃうんですよね。その、ロースターが、元のやつに。で、それを戻すためには、このセッティングで、この、ファイルマネジメントが、これを押して、ロードですね。このロースターってやつを押すと、このセーブしたロースターってのが出てくるんで、これもまた押すと、こういうふうにバーって、今までセーブしたね、ロースターが出てくるんで、で、ここで、これ×で、押すと今のはもうこれでロードされましたね。まあ、要するにさっきのジョーランダムが入った、ロースターが使えるってわけです。で、ここで、まあ、簡単な遊び方で言うと、このフランチャイズですね、ここの。で、四角を押して、このスタートニューか、を押すと、最新のロースターを使うってことで、さっきロードしたんで、最新はそのさっきのロースターになってるんで、ここで×を押して、ジョーランダムが入ったロースターを使います。で、ここでさっきエンジェルスだったんで、これで×とか、×か。で、スタートボタン。×。スタートボタン。まあ、今の適当に×とかスタートボタンを押してればできるんで。で、これスプリングトレーニングかやるか、レギュラーシーズンでやるか。で、レギュラーシーズンでやります、とりあえず。で、今のやると、こういうふうにもう、これで、使えます。で、この上の、この、ラインナップですね。で、これ、ジョーランダムどこ行った？ちょっと能力上げてないと、ちょっと勝手に、あれですね、マイナーとかに活かされちゃうんで、こういう場合は、これロースターか。これ、一番下になってるんで、まあ、ここはちょっと、これで MLB に戻すということで。で、戻せたら、
このラインナップに多分いると思うんで、合いましたね。で、こんな感じで、ここに、これでできます。で、いざ使うってなったら、このプレイネクストゲームで押して、×を押すと、これで、ね、プレイヤーロックで使えますね。で、さっきのちょっと上ランダムが少し能力下げすぎてたんで、ちゃんとこういう風にロースターっていうか MLB のメンバーに入ってないですけど、普通に能力上げて作れば多分ここに出てくるんで、で、使いたい人を例えばじゃあマイク・トラウトでバツで押すと、こういう風に一人のね、選手をプレイできます。なんで、ロード・トゥ・ザ・ショーだといちいちマイナーからいちいちね、上がって、能力育ててやんなきゃいけないんですけど、それやんなくて済むっていうね。だから、たださっきみたいに、一瞬で作って能力上げた選手を、もうすぐに使いたいみたいな、個人で。一人の選手だけで。っていう時は、このモードが一番いいですね。大谷選手。で、こういう風に飛ばしていくと、このプレイでいきます。で、こんな感じでこのトラウトを主人公にしてできると思うんですね。なんで守備もできますね。普通にこのエキシビジョン的なやつじゃないんで、ただ試合やってるわけでもないんで、さっきのプレイヤーロックなんでね、プレイヤーをロックしてできるって感じですね。で、こんな感じでこういう風にセンターもできますよね。これが面白い。これがいいところだね。このフランチャイズのプレイヤーロックは。大谷選手。やべ。トラウタニ。トラウタニ。はい、という、こんな感じですかね、今回は。ちょっと分かんないことあったらコメントでね、ぜひお願いします。ちょっと、一試合だけやるか。まあ、基本的にもうこのやり方でね、普通にいいと思うんですよね。やべ、危ない。トラウトちょっと怪我しててね、大谷選手と2人で見たいんですけど、なかなか見れない。で、一応このなんかカメラとかもやっとくか。で、カメラはさっき押したみたいにやって、ここでずっと選びますね。まあ、これ自分の好きなように。やって、で、打撃のね、やつはここですね。このビギナーからレジェンドで。多分最初はビギナーでいいと思いますね。で、さらに打撃を楽にしたいっていう人は、この、今のね、ちょっと待って。スライダーズ。で、ここで、これはミートですね。これパワーで右に上げてって、タイミングも、これは右行くと、上がりやすいと。上げやすいか、タイミングが。で、ファールの頻度。まあ、ファールの頻度下げれば、打球が、多分前に飛びやすいみたいな。で、ここは、まあ、ボンダがね、これ上げればボンダがなくなりますね。で、このスターター、先発のスタミナとか、これリリーフのスタミナか。で、コントロール。ここは自分のですね。で、これ相手の。で、ここのファストボールピッチスピード。で、ここは変化球の速さですね。だここは上げるとすごいリアリティが上がりますね。で、ここエラーの、内野のエラーの多さで、外野のエラーの多さ。で、このスローイングのエラーの多さとか、これ上げればめっちゃエラーします。だから面白い。毎回これ上げてますね。で、これはまあ、スピードとかリアクションとか、これ肩の強さですね、内野の。で、外野の肩の強さ。これはまあ、走ってるスピードの速さ。で、これ、盗塁の頻度、能力か。これ盗塁の頻度ですね。これ盗塁の能力。これ上げれば自分も上がるし、多分相手も上がっちゃうんで、盗塁を刺したいときはこれを下げると。これ風ですね。これで怪我の頻度。これちょっとよくわかんないですけど、トレードの頻度なんか。なんでここにあるのかちょっとよくわかんないですけど。
で、今ので保存すると。ちょっとパワーのなんかあれが、ちょっとロックかかってたんで。あと、この十字の下でこれタイムできますね。豆知識。パワー上げるか。で、このこれなんですけど、これは、ゲームプレイで、確かね、これだった。このジェネラルか。一般。iPhone でいう一般。で、L2 とか押すと、どこだったっけな。バッティングですね、多分。どこ行った先にちょっと、ここで行くか。まあ、これ、ここら辺はもう本当に、カーソルのね、大きさとか、色とか、選べますね。で、あとこの一般のアンパイアのこの正確性だと、このパーフェクトだと、もう機械のように全て正しいジャッジで、これはまあ平均的に、たまにミスするぐらいですね。で、これは、結構その審判ごとに異なるんで、だからボールストライクにされたりとか、ストライクをボールにされたりとか、結構そういうね、ハプニングが好きな人はね、面白いと思うんですけどそういうのうざいのはやめた方がいいけど。どこだ、ちょっとないわまあ、とりあえずこの操作方法だけ、 L2 で押して、で、右の球種がバツ丸四角とあるんで、そこの自分が来そうなね、ボールをまず押すと、バツだと。で、押してから、この L のスティックですね、左のスティックを回して、この外だとこのこっちに来る、思うところを押すと。外に来ると思って、こう外すと、で、今インコースに来たんで赤く光らなかったと。本当に外に予想通り来ると赤くなるんですけど、逆に来ないってことはこっちら辺に来るってことです。だから結構今の、お、なんだこいつ、ヤディメルセデス、違うか、めっちゃショック、ね、すげえ。はい、ということでこんな感じですね。ちょっと今回は終わりたいと思います。